皆さんどうもごきげんよう。そう、私がマクドナルド声優です。とんでもないことが起きましたよ。もうね、皆さんはその目の当たりにしてるとは思いますがね、なんとついにあのマクドナルドさんのテレビ CM デビューです。おー、いや、すごくないですか。いやすごくないですか。いただきます。いや、だって、あ、うまい。いや、ね、マクドナルドさんのよ、マックの CM 実写で出ると思わないじゃん。ありがたいことに、そのマクドナルドの店舗内ナレーションっていうのはやらせてもらってるんですよ。そのもうかれこれ1年以上やらせてもらってて、今もね、流してもらってるんで、まあ、それもとてもすごいことなんですよ。そもそもね、すげえことですよ。照り焼きマックバーガーいただきます。いやー、これあ、うん、これよ、定期的に食べたくなる本当に。しかも今回ハッピーセットの CM なんですよ。だからもうね、すごくね、癒されたの。子役の方が可愛くて、もう我が家でもハッピーセットよくね、朝頼んで食べてるんですよ。パンケーキのセットを頼んでリビングに持っていくと、やったーって言って、すごいね、喜ぶの。子供が可愛いの。それがもう嬉しいの。もう私も嬉しいの。こんな CM 出させてもらって、気づいてくれるかな、これパパだよって気づいてくれるかな。結構昼間の時間帯にね、やってることが多いと思うので、ちょっと自分ちょっと見たいですね、実際オンエアされてるところ。はい、ということで、今日はその CM のちょっとした裏側をね、撮影の風景なんかを交えながらご紹介しております。私はマクドナルドをこれから心を置きなく食べます。はい、やっぱりなんといってもビッグマックです。ああ、これうん、 CM シリーズ化してもらえないかな。頼むぜ、お願い。食べる側でもいいから、俺食べる側でもいい。なんで贅沢なお願い。うん、うまっ。誰だこいつと、きっと皆さん思ってることでしょう、世間一般の方は。それをね、最近よく見るな、こいつっていうぐらい、頂点も頑張っていこうと思います。まあ、もちろん、本当もちろんですが。そうですね。ということで、どうぞ。見て、マッククルーですよ。もう、何年ぶりだろうな。22、3年ぶりとか。すごいな。はい、ここでじゃあ、お歌いセットです。スタートって言ったら1個外して、はい、タイマーのスピーディーのことがってエキストラ役、女性の方、サロンバイクのおっしゃらない水押しに営業中なんですよ。すごいですよ、人情。CM 撮影終了いたしまして、でお花までいただいちゃって、しかも今回ね、実際営業中にもう合間を縫って、そのね、ちょっと中に入らせていただいたりとかして撮らせていただいたんですけど、本当にね、だから一瞬でしたね。うん、ちゃんと映ってんのか大丈夫か心配になるぐらい、結構すぐ終わっちゃったんだけど、でもね、すごいことですよ。テレビ CM ですよ。だってこのただの声優がって言ってあれですけど、
なのでぜひ皆さんね、オンエアチェックしていただいて、その日のご飯はマクドナルドね、美味しくいただきましょうということで、この辺でお別れしたいと思います。いやマジで芸能人みたいにね、なんかそわそわしちゃったねえ、楽しかったです。はい、引き続きよろしくお願いします。バイバイ。